スバル、新型 WRX-S4TS-STI チューニングコンセプト2016年8月27日発表、限定車で2016年内発売。スバルは新型 WRX-S4TS-STI を限定車として2016年内に発売する予定だ。2016年8月27日から28日開催のスーパー GT 第6戦鈴鹿 GT1000km レース会場にて新型 WRX-S4TS コンセプトモデルを発表した。もちろんレースは新型 WRX-S4 であり、スポーツリニアトロニックのオートマ車である。日本で2015年10月28日に発売された新型 WRX-STI-S207 は400台限定車として発売され、一瞬で完売となった。見た目はこの WRX-STI-S207 とほぼ変わりないが、オートマ車であり、アイサイト VER3 も独自チューニングされている。専用 CVT オイルクーラーを装備し、スポーツ走行にも耐えることが可能だ。アクセルとブレーキの2ペダルで S207 が楽しめ上に、アイサイトの安全性がプラスされたモデルである。